人生で何がしたいっていう時に、まあ大きな目標としては人にいい影響を与えたい。ごめんね。今までの現実的をしてて、YouTuber になるっていうので、すごいバカにされたりとかあったり。コロナの状況でだいぶこう、まあ、イベントはもちろんなんですけど、この学生たちがバスケをできる環境がやっぱりこうなくなってるというか、できない環境があるっていうこの現実をちょっと変えたい。この多くの人にバスケの魅力を知ってもらいたいっていうのが一番で、バスケって面白いなって伝えれる人になっていきたいなと思ってます。